終末期古墳は古墳時代末から飛鳥時代にかけての7世紀頃の古墳を指す。森光一によって最初に提唱された古墳の区分であり、この時代を古墳時代に含むとする考え方と、含まないとする考え方がある。終末期古墳としては、千葉県栄江町の龍角寺、岩屋古墳や三部市の田の塚古墳、奈良県飛鳥村の木虎古墳や高松塚古墳などが、 特に有名である。6世紀末には前方公園墳築像の時代が終焉を迎えるという大きな変化があり、それ以降律令制に向かう段階で造営されたのが終末期古墳である。終末期古墳と認識されるようになるまでは、終末古墳、晩期古墳、飛鳥時代古墳などと呼ばれ、7世紀代の古墳の中でも特殊なものと捉えられていたが、 高松塚古墳の調査を契機として、終末期古墳として認識され始めた。墳形には、円墳、方墳、八角墳、上円化方墳などがある。天皇陵に限っては、前方五円形から大型方墳に変わり、次に八角墳が採用されることになる。そして、八角墳には、すべて八角形のものと上、八角化方墳の二つのタイプがある。 埋葬施設には、横穴式石室や横穴のほかに、各種の横口式石閣、木炭閣などがあり、棺には、木棺、石棺以外に、炭室棺や末液の四中式屋根形等間などがある。副葬品は、外して少ない。同化線が、特色の一つである。森光一編、論修週末期古墳1972年、広瀬和夫編。 前方公演墳の終演2010年川上6ページ、斎藤長原818ページ、戸塚古墳は巨大宝墳天皇陵に匹敵。共同通信。https コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュオッチ、watch? v イコールトルプリーバカ 6a2014 年1月8日、閲覧。川上17から26ページ、川上26から28ページ。 ありがとうございます。